畑さん、部活知ってますか？え僕はサッカー部でしたが、あそれ、いつも話。<laughs> <う> <laughs> キャノンのフォトサークルの会員さん向けの部活です。あ,はいうん、あの話は伺っております。はい。なんかジャンルがいろいろあるんですよね。はい、そうですね。うん、なんか何個あるか知ってます？えっとね、確か八？八？そうですね。八だと思います。<laughs> あの風景とか鉄道うん、うん、飛行機ポートレートうん、うん、生き物部そして旅スナップペット花、うん、もう超いっぱいないですかねこれだけあったらほぼなんだろうあの日頃出会える被写体の、うん、おジャンルを網羅してるっていうことが言えるんじゃないかなと思いますね。そ、うん、そうですね、れ、うん、れぞののジャンルに特化した専門 写真家部長部長なんですかね。部長えどっちなんだろう。ね何、うん、でしょうね。顧問先生、うん、なんかねちゃんと先生がいらっしゃって、うん、そこであのフォトサークルの会員さんでえー、っとあこういうような撮影してみたいなっていうのに、うんえー、参加できるまあ撮影会みたいなものが部活と、うん、いうことだと、うん、すごくいいんじゃないですかね。いいですねその自分が興味のあるジャンルにえーうん、のに特化した撮影会。 参加してまたそれを好きな人が集まるわけだからいろんな刺激がありますよね切磋琢磨していろいろ集まってプロの方からコメントが頂けてみたいなそうですねで部活っていうと先輩後輩で先輩怖いみたいなそんなことないですもんねきっと楽しくやられてるからんかいいですね僕らもちょっと参加したいですよね。さん 何部に参加したいですかえーっとね、僕何部に入ろうかなポートレートトレ部にしようかなお意外なところ <laughs> でもなんか、あのー、この部活のいいところって一、うん、回きりの撮影でもいいわけじゃないですか撮影会だからちょっと行ってみようみたいな感じだから普段と違うジャンルにちょっと行ってみるみたいなものももうなんかきっかけとして面白いんじゃないかなあといます、ね、僕花とか全然うまく撮れないと思うからんかの言って。<laughs> あの 花行きたいなあうんね、うん、あのやっぱねいろんなそのジャンルに参加することによって、えー、自分が知らなかったこともしくは知りたいと思ってたことっていうのが、うん、あ身近に感じこれあの紙面とかで記事を見るとやっぱこうチャーリーさんからいろんな指導とかを受けられてるんですね。だから なんかいいですしねこうやってちゃんと指導を受けてさらに紙面に乗るってなんかすごい部活いいんじゃないですか部活っていう名前が付いてますけど写真を撮るっていうこととそのやっぱ仲間共通の趣味の中で仲間でこう会,話が会話してますもんねその会話から生まれるあのひらめき。 で写真って「ひらめき大事だあっ!」ってなんかピコーンって、はい、でそれをこう捉えていくっていうことそれがねこう友達と話すことによってそのひらめきが浮かんでくるでそういうのがなんか楽しそうに、うんねうん、なってますよね。そうなんかこんなにたくさんみんなセントリアに集合してチャーリーさん囲んで「んんよしやるぞ」みたいな。ね ねえいいですよね一番講師のチャーリーさんは一番はしゃいでるが <laughs> 参加したくなっちゃうっていうかもう、うん、学生時代の部活とはちょっと違うかもしれないけど、うん、ただなんか雰囲気的にその、えー、とみんなで集まって。 同じ被写体を囲んで、うまく撮れてもまた撮れなくてもどっちでも楽しいなって感じがなんか部活っていう言葉にはあるんじゃないのかなと思いますね。そうで,ね、うんうん、そうでやっぱり写真を撮っていく時に、うん、あの現場を楽しめるか楽しめないかで、うん、出来栄え変わりますすよよね。ね。そうで僕キヤノンのフォトクラブ、うんうん 東京インフィニティっていうあのフォトクラブの顧問をやってるんですけどえとキャノンのフォトクラブって全国に90以上あるいろんなそれぞれのまあいろんな地域いろんなジャンルというところでこう広がってるそういうようなクラブがあるんですけどインフィニティっていうあの一つのクラブの代表をやってるんですね。のそのクラブってえとすごくあの写真をよりこう より深くやりりたいうん、うん、より小沢の話を聞いてみたいとかうんと切磋琢磨したいっていう人が集まってくれていてでそういう仲間と一緒に僕もあの、うん、一緒にやってるっていうようなところがあるんですけど畑さんんトクラブっってなんかどなな印象をお持ちになったりしますかやっぱりね仲間が集うところに、うんえー、上達の秘訣がある。 うん、っていうふうふに思ってるのでやっぱり仲間内で集まるっていうことでね、うん、一つのこの目的があることによってその立場だとか経験値が、はいね、あ年齢ね、うんえー、というのがもう「チャラになるっていうあそうですフ、ね、ォ、うん、トクラブあの、まあえー、とインフィニティ」だと10年11年前かな<い>え発足し発足したんですけど。おいおいおい あのほぼ僕より大先輩の方々が一緒に会を作ってうん、うん、で写真のことは僕が教えたいとかしてるんだけど他かの、ま、人生のこととかは会員の方から教えてもらったりっていうようなことで勉強させてもらったりうん、うん。<laughs> でもそういうのなんかすごく面白いんですよね。いいねんなんかいろんな写真だけじゃなく写真プラスアルファとか、うんうん、まあそれに通じる何かみたいなことがね、うん、こうできたりするのっていうのもいいと思うし、うんえー、他になんかフォトクラブで思うところとかあります？まああのフォトクラブで、うん、えっとね、ある人はこのカメラを持っている。うんうん、ある人はこのカメラを持っている。うん、であ、そのカメラどうなの？ ってこう情報交換がでできるんですよね、うん、いやこれいいよもしくはこれはこういうとこが良くないから良くないよってそういう情報交換をしながらあじゃあそんないいなら買おうかなとか、うんうん、さっきモニターの話がありましたけど、はい、もう近くにほんと使ってる人が いるから、えーまあ、ちょっとレンズ交換して使わせてもらうとか、うん、っていうようなこともこう輪が広がっていく一人でやってるとそういうことできないけど、うん、仲間がいることによってよりこの情報を集めやすくなっていくっていうか、うん、そういう場なのかなっていうことをキャノンのフォトクラブだともう全員がキャノンユーザーで全員がキャノンレンズを使ってて。 そういうようなあところだからすごく情報に対しての感度もみんな高いしうん、うん、新しいのが出ると誰かが買うと「おどう?」ってやっぱ当然ね,、うん、ですね出てくる会話だし、ね。もうリアルにその感想そ聞けて、うん、でうそれはもう嘘がそうでうねうん、そうそうそ、ね、うそ、ん、うそ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 う ほぼ2年に1回ずつたまに1年に1回、うん、えとみんんなでで写真展やったりするんでするよそういうのもあのそれぞれのクラブによって、えー、多少形態は違うと思うんですけど、うん、みんなで何か一つの目標を作ってこうやるっていうのは、うん、すごくあの刺激うまくなる刺激とか、うん、楽しむ写真を楽しむっていうことに対して、うん、いいこう潤滑になるんじゃないのかなと思うんですよねすね